はい、こんにちは、シャスカです。今回は哲学入門の第55回になります。ご視聴感謝してます。今回第55回のテーマはホルクハイマーとアドルノーです。ぜひ最後までご視聴ください。まず、哲学とは人間とは何か、人間はどのように生きるべきかを問い答えを求めることと、哲学の語源はフィロソフィア、ソフィアを愛すること、つまり知恵を愛することというのが語源になっていると。哲学者というのは絶えず無知を自覚しながら人間としての生き方を探求するものと。で、理性の働きへの反省ということで、近代ヨーロッパで誕生した科学技術は人間の身体を含めた全ての自然を支配し、利用するための対象と捉え、人間理性をその支配の道具としたということですね。近代哲学の一番最初の頃ですね、例えばベーコンは知は力なりということで、自然を支配したり管理するための知識っていうのは力なんだということなんですよね。そこからこのニュートンとかの科学者たちが出てきて、そしてですね、科学技術っていうのがどんどん発達して、自然っていうのをいかに人間がこう快適に効率よくこう暮らすかっていうふうにどんどん改良するための、理性そのものが道具になっていたということですね。20世紀に入ると、すでにハイデガーのようにこうした科学技術とそれに基づく文明の在り方を根本的に批判する思想家っていうのが現れたということです。で、ホルクハイマーという人なんですけど、1895年から1973年ということで、明治、大正、昭和ですね。で、この人が生きてる時代っていうのはもう第一次世界大戦、第二次世界大戦ということで、世界中で何十万人何百万人という人が殺し合いをした時代に生きた思想家ということになります。フランクフルト学派初期の代表者で、批判理論を提唱したと。で、アドルノという人ですね、1903年から1969年ですから、ほぼ同じ時期の人ですけれども、やはり第一次世界大戦、第二次世界大戦という2度の世界大戦に生きた時代の思想家です。フランクフルト学派の指導的思想家ということで、人間阻害をもたらす近代文明を批判したということですね。人間が人間らしくなくなっていくということです。で、理性による近代化は世界を神話的な魔術から解放し、合理的知識によって自由な文明社会を築くはずであったということで、長い歴史を振り返ってみると、最初は神話だったんですよね。神の物語、ギリシャ神話とかですね、そういう神話っていうもので、私たち人間とか世界っていうのを理解しようとしたわけです。ところが、神が完全であり、人間はその神に支配されているという人間観が出来上がってしまったんですよね。で、それから自然っていうものが今度は人間を支配管理しているという考え方になり、それから全部こう解放されるっていうのがルネサンス、人間性の解放だったわけですね。で、今度は全く逆にいって、今度はこの自然っていうのは人間が自分たちが生活しやすいように改善改良していく対象なんだと。で、そのための理性ということで、知は力なりっていう考え方でこう哲学っていうのが進んでいったり、科学技術っていうのが発達していったはずだったわけですよね。ところが、ホルクハイマーやアドルノは、なぜ人間は真に人間らしい状態へ進む代わりに一種の新しい野蛮状態へ落ち込んでいくのかと問い、科学技術万能の産業社会をもたらした理性は人間や自然を抑圧して効率的に管理する道具に転落している。理性はもう単なる道具に過ぎなくなっているということで、理性そのものを批判しているわけですね。繰り返しになるんですけど、この2人が出てる時代っていうのは第一次世界大戦、第二次世界大戦で、世界中で何十万人何百万人という人が互いに殺し合いをしていると。で、作った科学技術、例えば戦争とか戦車とか潜水艦とか飛行機とかですね、そういったものが逆に人間っていうのをどんどん抑圧していってるわけですよね。で、理性には本来人間の目指すべき目的や価値を批判的に探求する力がある。理性というのはもともと目的そのものの探求力っていうのを持っているわけですね。何のためにっていうのを生み出すのが理性のはずだったわけです。しかし、産業化の進展とともに理性は与えられた目的を効率的に実現する手段のみを追求する道具的理性と化し、目的そのものの合理性を問う術を失い、いかなる目的にも奉仕するようになったということで、目的そのものを批判するってことではなくて、もう目的は与えられて、どんな目的、その目的っていうのが本当にその人間らしいのか、本当にその全人類の幸福っていうのをもたらすのかっていう、その目的そのものを批判的に見るのではなく、目的が与えられたらその目的をいかに果たすかっていうのに、使われるようになってしまった。それがまあ理性っていうのが道具に化した道具的理性というふうに言ってるわけですね。つまり理性っていうのは本来は目的や価値そのものを探求する。何のためにっていうのを考え出すのが理性、もしくは何が価値なんだろうっていうのを考え出すのが理性だったわけですよね。しかし実際は目的っていうのはもうすでになんかみんなが考えずに思考停止の状態で与えられていて、じゃあその目的を実現するための手段のみを追求する道具になり下がっていると。理性がそのまま道具になり下がっているっていうことがこの理性批判なんですね。このような理性の形骸化は人間の批判的思考能力の崩壊であり、それは同時に個人の自由自立の喪失を意味するということで、そもそも何のためにこれをやってるんでしたっけっていうのを誰も考えないで、ただもう目的があってそれを達成するためだけの手段として理性が使われているので、一人一人の自由とか自立っていうのはもうなくなってるんだと、ね、いうことを言ってるわけです。で、道具的理性は人間自身も道具的な存在として人間疎外をもたらし、ナチスのユダヤ人大虐殺に代表される野蛮を生むのであるということですね。理性が道具になっているということは、すなわち人間も道具的に扱われている。例えばもう工場の歯車的存在とか、もしくはその戦争の軍人の単なる一人っていう形に扱われるようになり、人間が人間らしく生きられない、人間疎外っていうのをもたらしているということですね。それが結局理性っていうのが一番ね、私たちを幸福に導くはずだったのに、理性が一番の野蛮、人間が人間を大量に殺し合うっていう野蛮を生み出しているということを言ってるわけですね。このようにホルクハイマーやアドルノは、理性の道具化は理性そのものの崩壊であるとして批判的理性の復権を唱えたということです。で、これはもう私たちの人類の歴史っていうのはもう繰り返しなんですよね。私たちはとにかく道具を便利、人間がどんどん幸せになる、幸福になるためにこそ道具っていうのを生み出しているのに、その道具に今度は支配されるようになるんですよね。支配管理されていくようになるっていう、その歴史っていうのは繰り返しになってるわけです。まあ、ホルクハイマーやアドルノの時代っていうのはそれが戦争だったりしたわけですけど、私たちの現代ですね、今この21世紀の私たちにとってはそれがお金であったりですね、もしくはインターネットっていう道具だったりするわけですよね。お金っていうのはないよりもあった方が便利だからこそ生まれた道具だったわけです。もともとは物々交換で、ね、肉と魚をどうやって交換するとか、ね、野菜と果実をどうやって交換するって言った時に、一回一回物々交換だったらすごくこう面倒くさいと、大変であると。だからお金っていうものを人間が生み出した道具ですよね。お金っていうのは人間世界でしか通用しないわけですよ。猿とかはお金っていうのをやり取りしないわけですから、お金っていうのは人間世界でしか流通してないものですよね。で、それなんでお金っていうのが生まれたかって言えば、人間がより幸福になり、より効率的に生産性の高い状態で生きられるようにっていうことで、人間のために生み出された道具なんですよね。でも実際はお金が人間を支配し始めてるわけです。お金のために生きてるとか、お金のためにやりたくないことをやってるとかっていったこう矛盾が起きてるわけです。で、それはインターネットに関しても全く同じですよね。インターネットっていうのも私たちがより幸福になり、より幸せになるために生み出された道具であるにもかかわらず、今度はインターネットの発達によって産業が滅んでいったり、衰退していったり、それによって職を失っていく人たちが増えたりっていうことで、今度はネットっていう目に見えないものにまた支配されるようになってるわけです。そもそもネットっていうのは手段ではあって目的ではなかったわけですけど、まるで目的かのようにこうネットが振る舞い人間を支配管理しているわけです。だからこの考え方、今回ホルクハイマーやアドルノが扱っているのは理性そのものでしたけれども、人間の歴史っていうのは基本道具を生み出したら道具に支配される。で目的と手段がもう訳が分かんなくなっていくということで、その歴史の繰り返しをやってるわけなんですね。だから私たちっていうのは常にこの理性っていうものを使って目的そのものを探求するという本来のやっぱり私たち人間の理性の使い方っていうのをしていかないといけないわけですよね。そもそも何のためにこれは必要だったんだろうということで、もしそれが本当はなかったとしたらそれでも大丈夫なのかっていうことをやっぱ考えていく。このためにこの道具が必要だったのであり、その道具っていうのは人間を幸福に導くための道具だったわけですよね。でその目的っていうものを探求する唯一のものっていうのは理性であり、本来私たちっていうのはもっともっと考え脳を鍛えてですね、批判的に物事を見ながら真の目的真の価値っていうのを探求し生み出していかないといけないということが言えるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでさらにですねファシズムということで、第二次世界大戦はですね基本ドイツとイタリアっていった国々が中心になって戦争が起こってしまうわけですけども、そのファシズムですね全体主義を生み出した大衆心理、もともとそのヒトラーとかっていうのは、大衆がそのリーダーとして選んだんですよね。でなぜそういったことが起きたのかっていうのを分析を行った思想家とかっていうのも現れてくるようになりました。ということで次回第56回は「From」という人をやっていきたいと思います。次回もどうぞお楽しみに。もし今回の動画があなたの何らかのお役に立てたということであれば、ぜひグッドのボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。隊長、YouTube 市場が現在ガラ空きです。黙れ、わしはサラリーマン戦線で頑張るのだ。サービス残業万歳。ですが隊長、今一つのビデオをアップしただけで YouTube で67万円の収益を稼ぎ出しています。隊長のボーナスを超えています。んなわけあるかこのクズが。本当です、これを見てください。ほらー、67万円じゃなくて$6,700だけどね。YouTube のメリット1、Google AdSense と提携しているので、ビデオをアップロードするだけで自動的にお金を稼げる。海外では YouTube を使って2億円、5億円、7億円、12億円といった広告収入を稼ぐ YouTuber という職業が流行りだしている。2012年夏、ある一つの動画が YouTube にアップされた。2時間で肉体関係を了承させる方法。このハレンチな動画を作って放置をしていたところ、とんでもない事態が。中学生の俺に勧めるなよ。僕なんか小学生なのにあなたへのおすすめって出てきたぞ。なんと広くあまねくユーザーに流布。そしてその結果、全期間の再生回数278万1252回、お金も入りました。$6,720の収益、約67万円です。実際はこのアクセスを利用して後ろから1000万円以上稼いでいます。 YouTube のメリットに、集めたアクセスから自由に他のサイトに飛ばすことができるので、工夫をするとさらに1000万円以上を稼ぐことができる。このアクセスを獲得するのに必要だったコストは0円です。ただビデオをアップロードしただけで手に入れることができました。そして満単位のアクセスを手に入れたら、そのアクセスから月額36万円の不労所得収入を獲得する方法があります。この54ページにわたる YouTube でお金を稼ぐレポートの詳細を知りたい方は説明文のリンクをクリックしてダウンロードをしてください。今 YouTube で稼ぐのは簡単です。なぜなら YouTube を見たと聞いた時に10人に7人が YouTube を見たと答えます。ですが YouTube に動画をアップロードしたということを聞くと100人に1人しか動画をアップロードする人がいない状態だからです。隊長、 YouTube 市場が現在ガラ空きです。そして YouTube で稼ぐ方法はこちらから無料で配られているとの報告をいただいています。月額36万円レポート。ある方式に従って YouTube に動画を投稿してください。顔出しなし、ビデオ機材不要、編集スキルなしで1日数万のトラフィックを集め、最終的には月額36万円の不労所得収入を手に入れさせてみせます。そして私が YouTube アクセスから1000万以上のお金を稼いだ戦略を記したレポートをプレゼントします。今すぐにレポートをダッシュじゃー！